本日はね、本棚紹介の第6弾です。今日はね、こちらの一番上のね、本棚をご紹介します。まず飾ってあるものなんですが、こちらは仙台で購入した伊達政宗公の絵はがきです。そしてこちらは恵比寿駅前の恵比寿像です。そして兵庫県の西宮神社で購入したお札です。こちらはラッキー恵比寿です。タイが2匹いる珍しいラベルですね。はい、そしてこちらが陳俊信先生のコーナーです。中国の歴史ですね。はい、陳俊信先生はね、学生の頃ね、とてもね、大好きになった方なんですけれども、神戸の元町生まれで、中国とね、日本の文化の両方を知る先生ならではのね、視点が魅力的な、作家の先生ですね。そしてまずね、こちらの右端のね、本からご紹介していきたいと思います。こちらが長安の夢、まあ、西安ですねの、を旅された時の、気候文のようなものですね。そしてこちらが北京の旅、北京を歩いて北京を語られるという本ですね。そして今度は敦煌の旅ですね。おさらぎ次郎賞を受賞。そして景徳鎮、焼き物のふるさとを訪ね語ると。最後に香港ですね。まだ香港がイギリスの領土だった頃の本ですかね。ということでですね、陳俊信さんの中国の歴史を第1巻からね、ご紹介したいと思います。第1巻は神話伝説から歴史の時代へというのね、考古学的な、ところから物語が始まっていきます。そして、こちらの絵をね、描かれた方が平山郁夫さんなんですね。そして陳霊林さんと読まれるらしいんですけれども、こちらの方はね、陳俊信さんの息子さんだそうです。息子さんがね、写真を担当されているそうです。そして、このね、本に挟まっているのが研究ノートといって、このね、本をね、本のね、サイドストーリーというか、ちょっと、本のね、内容を補足するようなお話が書かれています。有名なね、学者の方によってね、書かれていますね。では記念すべき第一巻なんですが、このようにね、息子さんが撮られた写真、大変美しいんですね。大変美しい写真が最初にこのように載っています。この写真をまず見るだけでもね、とてもね、中国へのね、ロマンをね、かきたてられますね。はい、そして、本は至ってね、読みやすい文体で書かれていまして、学者のね、先生にありがちなね、とても硬い文章でね、読んでいる途中で飽きてしまうということが全くないんですね。そしてところどころね、このように絵などで、詳しく説明がされています。こちら青銅器のね、形の説明ですね。そして第2巻は春秋戦国時代の本ですね。第3巻、はい、秦ですね。前巻、大統一時代、いよいよ兵馬俑の時代ですね。そしてもちろんこのようにね、兵馬俑の写真も載っています。ちなみにこの本が出版されたのはいつかと言いますと、1980年にね、後書き陳先生書かれているので、1980年の11月14日にね、初版第
一巻の初版がね発売されました。僕まだ生まれてないですね。ちなみにね、僕生まれたのは83年です。はい。そして、第4巻は漢王朝の光と影。もうね、題名読むだけでね、ちょっと結構ロマンがね、かきたてられますね。あ、シルクロードですね。第5巻が動乱の群像、五巻三国時代ですね。そして第6巻、世界帝国へ、南北朝時代ですね。そして7巻来ました、隋唐の攻防、絢爛たる政党の文化、その陰に渦巻く。序か、宦官かで読むんでしょうか。そして、安史の乱というふうにね、書いてありますね。こちらね、有名な塔ですね。はい。そして第8巻、五代宋の時代ですね。宋とその周辺。そして第9巻はちょっと帯がないんですけれども、こちらはですね、おお。草原からの疾風なんで、こちらはね、元ですね。元の最初の頃のお話です。そして第10巻、復興と明暗。原稿とか書いてありますね。そしてちょっとね、これたまに挟まってるんですけど、郵便ミニガイドっていうのもね、このように入ってます。当時ね、前の持ち主の方がね、しおり代わりに使われたんですかね。そしていよいよ来ました、第11巻、明から清へ。もうね、こちらはもうたくさんね、あの内容がね、濃い内容で書きたい内容などたくさんあると思うんですけれども、はい、資金上載ってますね。それから第12巻は、あ、これは秦陽の宮殿ですかね。秦陽故宮、宝殿とね、昔言ったところですね。あ、ヌルハチ立つね、紫禁城の黄昏、秦朝200年。やはり秦朝の歴史がね、大変ね、詳しくこの11巻と12巻にね書かれています。そして13巻来ました、アヘン戦争ですね。近代アヘン戦争はね、こちらですね、延命園がね、イギリスとフランスのね、連合軍にね破壊されました。チャイナゴシックっていうんですかね、中華建築と西洋のね、ゴシック、中華風のね、ちょっと独特なデザインのね、宮
宮殿があったんですけれども破壊されてしまいました。こちらですね。そしていよいよ最後14巻ですね。中華の躍進、清朝打倒から民族の自主独立へと孫文に続く革命家たちは内外の敵に対して奮闘、中華躍進の基礎を築いた。でちょっとね、14巻で一気にねこのアヘン戦争から近代の、日中戦争までね続くんですけれども、結構ね14巻はだいぶ駆け足な印象で終わっているんですね。最後にね陳俊信先生の監視でねこのように写真締めくくられているんですけれども、義和団とかね、辛亥の嵐で15年戦争、日清戦争からの日中戦争の流れ、こちらね書かれています。そしてこのね、14巻が終わったのが1980年にね第1巻が発売されて、1983年の4月28日にね、全14巻が出たんですね。そうすると80、81、82、83なんで4年がかりでね、14巻出たことになります。ちなみにまだ僕は生まれていません。この半年後ぐらいにね僕生まれます。はい。そして最後にねおまけと言いますか、第15巻として索引年表歴史地図がねついています。でね、ちょっとね調べ物があるときはこのね作品を見るとねどこに書いてあるかすぐに分かります。このね14巻プラス作品の15巻で陳俊信さんのね、中国の歴史は完結したように思えたんですけれども、はい、じゃじゃーん、こちらのね中国の歴史近現代編がねその後スタートしたんですね。交流振るわず義和団前後、やはりねこの先ほどの14巻が、だいぶね最後の近現代のところをさらっと書いてあったので、陳俊信先生詳しくね書こうと思われたんだと思うんですね。そしてこちらがまた平凡社、元々のシリーズも平凡社なんですけれども、こちらも平凡社で発売されました。でいつ発売されたかというと1986年ですね。もちろん僕ね生まれてます。1986年の12月10日にね初版が発売されています。そしてねこちら見ていただくと当初13巻まで発売されるという予定だったようです。ね、こちらの本写真の方もねとても詳しく綺麗な写真が載っています。895年春から始まっていますね。義和団誕生、そして近現代編の第2巻落日に立つ革命前夜、いよいよね面白くなってきました。孫文の話ですね。そして新しい学問を求めて老人たちが日本に留学してきた、最盛期には8000人以上に上ったということで、日本にね留学してきた中国のね方々のお話もたくさん載っています。ロジン先生ですかね。はい。そしてちょっとね気になったのが、あ、こっからですね、なんかねちょっと2巻あたりから写真とかね資料のページが増えてくるんですが、結構これ資料にねページ割きすぎじゃないかっていう感じで、これずっと続くんですね。まだ続きます。あ、ここまでだ。なので結構でこんな風に真ん中のページ124ページから147ページぐらいまでね資料が続くんで、これあれと思ったんですね。そして
第3巻。この表紙もかっこいいです。鳳凰ですね。黎明にも言う。辛亥革命。話題は今、ラストエンペラー。もちろんあの映画ですね。あの映画が公開された頃の、大変ね、ラストエンペラーが話題になっていた時に満を持してね、発売された本ですね。辛亥革命。聖太后が報じ、幼いラストエンペラーが投獄した。ね。ああ、昔のね、一昔前の中国のね、様子も写真がありますね。そして、第4巻。ここでね、大きな変化があります。大道の夢、民国誕生。中華民国がね、いよいよ、秦の時代が終わって、中華民国がね、誕生するわけなんですけれども、楽しみにしていた、あの、写真のページがなくなるんですね。あれあれあれって僕ちょっと思ったんですけれども、で、王朝の終焉。で、実はですね、この、陳春新先生の、中国の歴史近現代編は4巻で終了してしまうんですね。こちらが発売されたのが1991年ですね。あ、この前にね、中国を大きく揺るがすようなね、事件も国内で起こっているので、いろいろな政治的なね、理由がもしかしたらあったのかもしれません。で、本当はね、最初に書かれていたように、この後もね、五四運動、国境合作、抗日戦が続き、内戦と解放、大躍進と文化大革命、文化大革命の終焉、そして21世紀に向けて、幾度かの青春。当時楽しみにしていた方もね、多かったと思うんですね。全13巻。なんですが、4巻で途中で終了してしまったという、ある意味ね、曰く付きの、シリーズですね。ということで本日は陳春新先生のね、中国の歴史をご紹介しました。